丸っぽい俵みたいなやつ、あれ何ですか？あれはあれだよ、あの干し草でしょ。あれ食べさせるやつ、もしかしてみんなに。私干し草研究家じゃないから分からん。これだ、うん、これ exit right、 exit right、 なんかちょっとイケメン風なんだ。 meters turn right、 turn right、 かっこよくない、なんか言い方がイケメン風だよね。知らない、普通のおじさん風だよ。いや違う、絶対おじさんじゃない、若いよ。若くはないよ。若いよ、26、27。そう、私的には40ぐらいだよ。40じゃない、全然40のおじさんの声じゃない。40のおじさんの声ってもっとドスが聞いてるよ。ドスなんか聞いてる。ツーさんもドス聞いてんの、乙女おじさんなのに。俺そうだ、俺もうそんな年か。そんな、なんかキャピキャピしてるのに。すんごいでっかいのね、声。そうだね、確かに。それは間違いない。60m。 Turn right。 Turn right。 俺もこんな声になりたい。うん、全然違うよね。どっちかっていうと高いもんね。高いよ俺声。乙女おじさん風の声。あ、なんかなんかすごい、なんか可愛らしくない、なんか。ほら、可愛い。あれじゃ。俺今普通に可愛いなって思って、可愛いらしいとの可愛いって言うと思ったら、うん、俺の真似かそれ。うん、そう。なんかこの木がなんか独特としててなんかいい感じじゃないのか。あー、うん、超かわいい。やめてくれ。あー、晴れてよかった。降りるときにジャーとか降ってたらすごい最低だもんね。ちょっとあれだったけどね、うん、すごいパーってした。やっぱり私のこうすごいね、すごいさりげなくさ全部自分のものにしていくよね。やっぱり私のとか突然言い出すよね。欲しいよね。なんで、またあそこでも牛がなんかすごい、あ、牛がなんか楽しそうにしてる、なんかみんな仲良さそう。うちの猫は今ぐんぐんなりしてる。うちの猫もだいぶ、でも大丈夫じゃない多分。あー、いいわ、なんかテンション、旅の気分が上がってきた、つーさん。やった？いや、マミコも上がってるでしょ。うんうん、いや、上がろうよ。マミコなんていいじゃん、何にも仕事もないんだからさ。スーさんは仕事もしなきゃいけないけど。いや、私だってやるよ、金継ぎとか。それ金、それさ、仕事じゃないじゃん。もう仕事みたいなもんだよ、これは。だってやらなくちゃいけないことだもん。わかる？え？そういうことなの？サムシングマストだから。だからそれはつまり仕事。なんか焚き火になりそうな木がいっぱいいたら。焚き火？見てなんか、あ、かわいい。あ、すごい、なんか橋があって。泳げるんじゃない？いや、泳げるでしょ、スーさんなら。え、俺？サム君も泳ごうよ。私はちょっとああいう緑色の水には入らないことにしてるから。あ、でもまあちょいちょいあるよ、うち。うん、なんかここからやっとなんかまた別の村に入ってきた感じなのかな、これ。あ、じゃあ村なんじゃない？そう、これはもう村なんじゃない、多分。うん、多分、うん、そんな気がする。うん、これが村だよ。うん、すごい可愛い村である。うん、なんかフランスの田舎な感じ。うん、でもなんかこんな場所に俺泊まったことない。あ、そう。うん、ある？泊まったことはないけど行ったことは結構ある。あ、まあね、お仕事的に。いや、まあそうね、仕事ではね。うん、あ、サンコロンブって書いてあった。とうとうもうすぐや。確かに何もなさそうである。うん、だって村には ATM もないって書いてあったもん。うん、村の人はどうやってんのかしら。いや、もうちょっと待って、電池だ。車必須でしょ。そりゃそうだけどさ、村では物々交換しかないのかしら。なわけないだろ。どんなんだよ。あ、今日は今日はあんずってどうですかとか。うちのじゃあ牛一頭と何を買えるのじゃ。シートはちょっとこうゲップでなんかちょいちょい払ってくる。そう、
じゃあうちのブーを差し上げます。あ、豚とね、うん、うちのツーを差し上げます。いやいや、人身やつ。あ、トウモロコシだ。ほんとだ。このトウモロコシは多分肥料にするトウモロコシだな。なんでわかんのさ。まあトウモロコシ研究家だから。なんかすごい光ってる、あれなんで話すかな。あれはだからトウモロコシは食べないようにする。嘘つけ、嘘さらっと嘘つけ。あれでもうなんかもう間もなくですよ、うん、虫もいる。なんかこうヒリーなんだね。ん丘がちなんだね。ほら、ビューってヒリーって何ですか。そんなこと言わなくない、あんまり。ヒリーなんて言わなくない。言うよ。言葉の使い方が勝手だな。本当だ、でも丘がちだね、うん、でもこれ橋のきつそうだな結構これ。あ、まあ、とにかく走りたいんだね。いや走るよ毎朝だけど、この坂じゃ、この坂じゃちょっと心拍数上がっちゃうな。もう歩けばいいんじゃないじゃん。そうな、歩くレベルだねこれ、うん。あ、すごい見えるもの、ね、ほらすごい、うん、でもこれお届けできないね。これ降りる時に見えるんじゃない。あ、そうね、うん、そうかもしれない、うん、考えよ。すごいね、すごい、こんなにムカつくことってあるんだ ね、 ね、すごいびっくりしたよ。あ、ちょっと待って、あ、これだ、ほら、シェバルリーってここだよ、ここでヤギのさチーズとか買えるとこで多分。もうすぐ近くじゃん。あ、じゃあシェーブルリーだ、シェーブルリー。うん、だからすぐ近く、うん、村にシェーブルリーだけあるって言ってたけど、ここのことだ。シェバルは牛やった、牛じゃない、馬やった、うん、シェーブルリー、そんな店の名前を聞いたことがあるでしょうか。ヤギ屋、あ、ほら、サンコロンブオズオはこれもうちょっと先。はいよ、はいよ、にゃんちゃんずごめんね、待ってて、ですです。おー、あら素敵、うん、わーすごーい、おーすごい、わーすごい、てかめっちゃ広いね。わーお、これからお世話になります。ではルームツアーを始めたいと思います。お願いします。まずですね、このお家に入ってくるとこの、ちょっと小さいリビングルームがあります。リビングルームだよね多分ね、うん、でここはですね、テーブルがまあ加わってご飯も食べれるっぽいけれど、ここにこんな素敵な暖炉があります。でこれちゃんと使えるので、冬はこうパチパチと薪を焚いてですね、火遊びを楽しんだりとかですね、夏でも火遊びが楽しめるわけです。今年ちょっと寒かったから、私たち来た時も使わせてもらったのね、うん、暖かかった、うん、でですね、こんな私の友達がすごくこだわって家具選びなどもしておりましてですね、このアンティークのだったりとか、このクッションもすごい色とか可愛いよね、ほら、くるみ色、うん、そうとか、こんな素敵な絵も飾ってあったり、うん、でこちらにもですね、素敵な家具がありましてですね、こんなこれ大理石が載っている素敵な戸棚があって、この中にちゃんとグラスとかそういう素敵な
食器も飾ってや飾ってかちゃんと実際に使っているものが入ってたり、こんなレトロなラジカセもあります。すごいよね、このラジカセ。これ使えるのかしら ね、 ねなんだろう、ゴーグルンディグ、グルンディグ知らない、フランスのメーカーかね。で、こんなちょっとしたこう貴婦人風のソファーもございます。いいですね。まあ、主に猫が乗っていますうちは。で、こちらもほらアンティークな戸棚なんですが、その中にはこのスーピエールだっけ、スープがある。これスーピエールだっけ。これがスーピエールだよ。あ、これがスーピエール。そう、スープ入れるやつだからね。これ4つもあって可愛くない、みんな、うん、いい。これとかもほらクローバー柄だったりとかして、うん、ほら素敵じゃない。素敵。こう食器もね、アンティークにこだわっていろいろ揃えてるよって言っていました。で、もともとここは農家を改装しているから、こんなちょっと壁とか石造りだったりとか。可愛いよね、こういうのね。なんかカントリー風とか、うん、タイルとかも素敵だし、うん、敵。この色の感じもいいしね、うんうん。で、この窓にはね、こんな鳩がいたりして、可愛い。細部までこだわってて、すごい可愛いですね。そうね、本当に。では、キッチンをご紹介しますよ。お願いします。まず、キッチンはですね、こんな感じでこう目の前のこう大自然が見えるという。大自然大自然ではないね今お庭でもここは庭だけど、奥はさ、あ、そうね、確かに大自然だね。ずっとこう、なんか俺は料理してないから分からなかったけど、森まで広がっているわけですよ。すごい緑だけが目に入ってきて、すごいいいところな、いい感じで、こうインスピレーションっていう感じ、ね、そう。あんま湧かないけど、私的にはそんな中でもちゃんとこうガス台が5口もあるという、すごい料理をする人には嬉しい。5個もあるとね、何でも作れちゃうね、うん。で、そしてこうオーブンも完備。素晴らしい。オーブンがね、すごい電子なんだよ、ほら、ウェルカムってちゃんとドイツ語やっぱドイツなんだね、こういうのはね。こういうのはね、ドイツがいいよ。で、こちらにはこんな広い台もあるので、何でも切ったり、何でも叩いたり、何でもこねたりできるわけですね。どっちもこのぐらい欲しいね。いいね、こんなあったら、ね、撮影もしやすいよ。素晴らしいよ。で、こっちはシンクなんだけれど、ちゃんと大きいシンクがあるけれど、うん、ガス台の横にもちっちゃいシンクがあるから、うん、すぐにこう水をこうダーッてやりたいときは、うん、ガス台の横使えるし、洗い物はこっちとかもすごい、うん、あ、シンクが2つもあるって素晴らしいわ、はい。で、ちゃんと食洗機もありますね。そして静か。素晴らしいですね。素晴らしく静か。なんでここ開いてんの可愛いね、タイルとかもね。そう、なんか一個一個タオルがね、かわいい。タオルじゃなくてタイルでしょ。タイル。あと、こっちにもね、裏庭に続く窓があって。後ほどね、後ほど行く裏庭ね。そうなの、もうね。で、他にもね、貯蔵庫もあったりね。もういい、ここに住みたい。じゃあ、こっちの納屋、元納屋だった側をご紹介します。お願いします。このとこにもこんな可愛い飾りがあるんだよ。本当だ、可愛いね。じゃーん、ここは何？ダイニングルーム？うん？分かった、ミーティングルーム。ミーティングするの？分かんないけど、うん、だってこのテーブル、ほら、多分12人ぐらい座れるでしょ？12人は座れないだろ。でもほら、待って、1、2、3、4、5、6、そんな一人で座らないだろ。6と1どんな感じだよ。まあそんな素敵なね、うん、こうアンティークのテーブルとベンチがこうあってですね。で、ここにもほら素敵な、こうこれもアンティークだと思われるけれど、引き出しがあったりするですね。これ学校とかだったのかね、国内学校とかの引き出しとかさ、うん。で、ほら、このね、すごい大きな窓から外がよく見えるんですね。で、ここにはこの素敵な
カーテンはですね、これはなんか旦那さんの出身の南アフリカの、職人さんがハンドメイドで作ってくれたんだって、でほら見て可愛いちっちゃいビーズとかついてる。あ、可愛いね、結構手間だと思う。手間かかってる。そう、それもあとこんなすごい長さのカーテンを作る大変だと思うんだよね。でほらこんな可愛いモビールもあったりするしね。可愛いね、うん、であとこんな可愛い鳥の形、鳥で、鳥が止まる形、そうそう、鳥が止まっているデザインのライトとかつけてたりとかしてね。そう、こっちはちょっとモダンな感じも加わってきてるね、うんうんうん、あ、はい、では上をご紹介します。はい、でこちらはメインリビングルームであります。こっちがメインなのかね、多分広いから、まあ、広いから、ね、そう、広い、何平米あんのかしらこれ、わからない、すごいよね。でこちらにもですね、こちらはちゃんとモダンな、そう、ね、モダンな暖炉がございます。素敵ね、うん、暖炉が2個もある夢の生活、うん、そうで、こんな大きなすごいライトがあったりして、これもデザイナーさんのものらしいよ。で私的にはそれはまあ普通のソファーだけど、こっちのこのデイベッドみたいなのもなんかこう、うん、いいね、うん、すごい寝れるよこれ寝なくていいですね、うん、はい、で本好きにはとっても嬉しいこの壁一面の本棚、素晴らしい、素晴らしいね。そう、ここはいっぱい本が入れられて素敵よね、うん、でこんななんかこう外もねバーッと見えて、うん、いいですわ、そんな感じであります。あとこのライトとかも素敵ね、なんか日本語が書いてあって、うん、1個だけじゃない、結構なんかいろいろ、こっちも書いてある、雲折々人に休むる月にかなとか、なるほど、はい、じゃあここから裏庭にご紹介します。じゃららら、まずですねぶどうがなっております。ぶどうがあるね、はい、こっちもあるよ、うん、食べられるのかね、食べてるのかね、うん、食べられるのかな、ぶどうって結構難しいんじゃなかったっけ、食べるのには。でここではですねバーベキューをしたりするときにご飯が食べれます。毎日使ってる、うん、バーベキューしなくても別にお外でご飯食べるのにね、うん、であとほらこんな素敵なさまたライトがテントにつけてくれてるから夜でもいいんじゃない、ね、素敵なんじゃない、まあね夏はねでほらこちらにバーベキューセットがございますので、で、はい、これだけではございません、すごい広いです。よいしょよいしょよいしょと、こちらにはですねなんとお風呂が、フィンランド式お風呂、すごいね、しかし今壊れています、残念ながら入れない入れない、うん、でもなんか冬とかさ、ね、お外に入ったらすごいいいよね、うん、雪とか降ってたりして、あ、風情じゃない。でね、まだまだあるの、よいしょよいしょ、こっちあるよ。てかこんな広いってどんだけっていう広さだよね、よいしょ、おし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 、もうなんか裏庭でトレーニングができるレベル。そうね。おいし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 。あ、よいしょ。すごい。よいしょ。よいしょ。なんかよくわかんないけど小屋がある。な、特に何かがあるわけではなかった。あち。でここにもテーブルがあるからここでなんかちょっと、ここでまったりしたい、そう
でまったりするにはね、こちらですよ。ハンモック。おー、これね、気持ちいいよね、これ最高。ポホポホ、いいですね。はい、寝れます。最高ですね。はい、もういい、終わって、ありがとうございました、はい、いや、以上ですか。あとね、あと何ですか、終わっちゃダメだろあとね、なんだっけ、あとすごい、ね、まあほら、でも見て、ここから見たこの、すごい、スフィンクスじゃなくてなんだっけ、ショーシャンクの空感じですよ。そうね、はい、素晴らしい、はい、このすごい大きい木、うん、これ全然もう100年以上の木だから、お、今あそこにちょっとブランコつけてるけど、うん、この上にね、木の小屋、子供が遊べる木のツリーハウスね、そう、作るんだって。へー、めっちゃ子供楽しいよね、うん、私も登りたい。楽しそう。だってすっごい太いよ、この木の太、うん、よいしょ、よいしょ、ほら、こんな、こんな大きいの。ブランコは、マミちゃんできる？無理。アルプス、大変、大変だ。から、ほい。お、ちょっと体重が最近重くて。なんかカントリー娘感出てていいよ。おい、おい